方がね、波動のそのイベントなんですけど、初めてだからどんな感じなんだろう、できるかな、不安だ。お風呂はまだ、もう帰ってきて速攻この立ち位置に着いたからそう、帰ってきてすぐにもうタタタタタって来てここに座って、もうスイカ食べて、かき氷食べて、で今に至ります。できるかな、怖い、波動、私誰と戦うんだろう。チーム B として出るの。 B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 。 なぜ T シャツ変えた、ちょっとの変化。これからご飯、お疲れ様、中さん。そうか、また風呂上がりじゃないよ、まだだよ。そう、ちょっとね、変化。髪もお団子だよ。でも全然違くない？結構雰囲気変わる。ピョンランド外れた。ピョンランド、そう、ハーフダンも可愛いよね。なかなかしないんですけど、お風呂入ったら2時間ぐらいかかっちゃう。時間以上、2時間ぐらいかかっちゃう。エイトの日外れた？配信あるかな。明日の朝はね、今日よりは早くないね、さすがに。だけどまあ7時8時とか普通の時間。そう、8の日外れた。ピエン200人だもんね。残念。そうだ、お疲れ様、ありがとう。明日朝配信、そうだね、明日朝配信するなら何時か。何時がいい？何時かな。無理しないでありがとう。でもね、ファンの皆さんがこんなにどんだけ頑張ろうって思っても、私が配信しないと星が投げれないから、頑張って私も配信します、なるべく。そう、頑張る、楽しむけど頑張る。
ちがいいかな。でも割と朝からね、みんな、まあ、6時7時ぐらいからみんなやってたよね配信。今日朝5時半ぐらいからほぼゲリラ配信でやったら、あんまやってる人いなかった通知聞こえなかったか。そっか。星集めとくね。ありがとう。みんなありがとう。ゆい何時までやるの？24時。12時。みんなもお仕事とかあるよね。ショールーム名決まった？ゆいルームかな。ねえどうしよう、ゆいルームかな、ゆいルームかゆいゆやってます、どっちがいいか。じゃあ投票します。1番ゆいルーム、2番ゆいゆやってますか、投票します。ゆいルームかゆいゆやってますかまだ決めてなかったの。そうだね、ちょっと待って、今書く。ゆいゆいやってまーす、ゆいゆいやってまーす。しゃ、え、やめよう、投票やめよう、星投げできなくなっちゃって言ってた、やめる、間違えた間違えた、投票しそうになっちゃったねえ、ちょっと危ないちょっとここまで書いちゃったけど、じゃあまああのコメントでね、コメント、星投げしてる方は星投げしててもらって、あのもう星が終わったっていう、今 手持ちぶさただって人は1212って好きな番号を書いてください。どっち、ゆいルームかゆいゆいやってます、ゆいルーム、ゆいゆいやってます、これむずい、これ難しいよね、なるほどね、私が今集計してます頭の中で そうだな、なるほど、なるほど、2かな、いや1いいと思ったんですけど、1いいと思ったんですけど、でも確かにひねりがないって言われたら知れんかないの、ゆいゆいやってます、あっぱれやってます、いちかわいいよね、ゆいルーム、うん、
は、まあ、どう使うかっていうと、じゃあゆいルームにする。ゆいルームにするね。これはね、どう使うかっていうと、あのなんかまあコメント、私宛てのショールームでのコメントだったり、さっき言ったうなぎのおすすめのお店とか、あとはちょっとあの皆さんが宣伝をしてくださるときに使ってください。ゆいルームかな。でもいっぱいぜひ使ってください。何でもかんでも、何でもかんでも。ちょっと待って、ゆいルームかわいい、ゆいルーム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 、全部大文字です。これポイントだよね。これかわいい。これをこの期間だ、このとりあえずこの期間、イベント期間使います。これがポイント、へにょへにょがポイント。お水、私最近お水たくさん飲む。これ3本目、うん、もうなくなる。あとお茶このぐらい飲んだ。すごい、やった。普通家もそんな飲めないんですけど、最近は飲むようにしてて、トレーナーさんとかに飲んだ方が頑張って飲んでるんです。そう、なんかお水やっぱ透明感が出てきそう。2リットル飲むとどうなる。やっぱ水はね、マットさんかな、マットさん、熊田はありがとうございます。ないけど、他にも皆さんありがとう。マットさんとか、あおちゃんとか、だるま、ファルビさんとか、MG ね、タコとか、あといろいろみんなありがとう。見てるよ、メタルさんとか、マジさんとか、ありがとう。そう、なんだっけ、何の話してたっけ、忘れちゃった。その上で食べたりするんだもんね。そう、水は飲みます。水の話だ。そう、水の話。水が落ちにくくなると か、 なんかそういうことも言ってたんですよ。老廃物はもう おすすめの水なんだっけ、とボスじゃ、エネオスじゃない、
軟水、私はやっぱなエビアン、でも香水の方が美容的にはいいみたいな、なんかミネラルとか豊富いいんですよね。だから若い時は香水飲みます。でもまあ軟水、違いわかんない。コントレックスとかね、そうそう、硬いからちょっと飲みにくいんですよ。ただあとはね、なんかシリカ水も好きです。内田優馬さんがね温泉水よく飲んでます。温泉水はね、こう喉とかにもいいみたい。いいっていうか、こうとろっとしてんのかな、ちょっと普通のよりは。だからこう滑りがいいみたいな言ってました。温泉水っていうお水があるんです。そう、パパマス楽しみ、嬉しい。見て、それこそリツコもこういう髪型してる、中山リツコ。うん、お水お腹にたまる、そうだね、たまる、たまる。うん、いい眠いから寝る、おやすみ、おやすみ。中山律子世代、中山律子知ってるの？え、中山律子で私の役の名前じゃないの？プロボーラー、あ、そうなんだ。よその娘を見て知りました。え、嬉しい。黒沢美優です。ボーリング選手なんだ。うん、すごい人なんだ。明日富士急行くのいいな。中山律子。超有名人。え、すごい。そんな方と同じ名前で嬉しい。大スターだ。明日波動なんです。私どういうことするかよく分かってないから。ゆいドラマ出てるからテレビいっぱい見れて嬉しい。嬉しい。ゆいも嬉しい。私もね、演技のお仕事も大好きなので、そうだからまたできるといいなと言いつつ、まだパパムスが放送テレビではされてないんですけどね。またしたい、演技のお仕事も。もうこれからの夏はやっぱもう AKB のお仕事が多いですからね。イベントが多いから、そうそう。なるほどね、波動ね。アプリでパワーお願いします。ちょっと私よくわからないんですけど、パワーください。怖い、波動当てられたら怖い。当てられたらどうなるの？終わるの？どうしよう。チーム B 書きしたいな。段を大きくしたら当てやすい。どういうなんかコツとかあるのかな。避けまくればいい。シールドをうまく使う。そんなできるのかな。
手が投げたと思ったら逃げる、なるほど、頑張る、なるほどね、当てられたら痺れるの、え、やだ、怖い、そうなの、代理プロなんだ、明日いるメンバー私誰と戦うんだろう、確かに鬼退治やったもんね、ゆい、私鬼退治出てるから、あの怖い鬼に勝てたから、そう、そうだよ、あんな鬼退治でさ、ねえ、あの一緒にすごい方と一緒に野球選手のラミレスさんだ、そうだ、ラミレスさんと一緒に戦ったんだよ、鬼と、すごくない、ラミちゃんいい人、SMS 認証してない人、確かに SMS 認証、皆さん電話番号入れてくださいね、ショールームに、じゃないと反映されないから、そう、そうだよね、すごくない、そう、ラミレスさんとさ、そう、ラミちゃん、ラミレスさんと鬼退治で戦ったんですよ、鬼と、で私よくわからないまま決勝戦みたいなところまでラミレスさんのおかげで上がることができて、そう、確かに、ラミレスさんのおかげでした、ちょっと待ってね、そうなの、うん、OK、そうなんですよ、だからまあ明日は私はできる、頑張る、できる、鬼と戦ったんだから、鬼と戦ったんだから、そしてマジリリーだったんだもん、リリーだから負けないっていう気持ちで頑張りますと言いつつ、めちゃめちゃ弱い感じだったら恥ずかしい、 SMS 合ってる？ SMS だよね、そう、印象はマイページから見てだって、 SMS こじってる？あれ違う？電話番号って言った方がいいのかな、電話番号 SMS SNS あれ、あ、だよね、電話番号認証お願いしますでもいいの？ SMS ってさ、分かんない人分かんないよね、電話番号認証お願いしますとかの方が分かんのかな、いいのか、電話番号認証お願いします、電話番号認証、
ぱみんな気づいてなかったか。打ち込むの一瞬。え、嬉しい。やった。お星様いらないね。なんでお星様指つけてんだ。お星様お邪魔です。お星様はお、よし。そう、生命数連携しないとさ、皆さん星を投げてくださっても意味がないんですよ。悲しい。うん、お星様かわいい、嬉しい。ちょっと明日、あ、明日、うん、電話番号認証合ってる、これ。分かんなくなってきた。西山村ながらしてもらってね。お星様分かった認証と書いてある。うん、分かった。携帯電話 SMS 認証お願いします。してた、してて紙に書いて後ろにあったら、あー、そっか、みんなここに書かないと。そっかそっか。うん、 SMS 認証お願いします。携帯電話ショールームのマイページから設定済みだったよ。マイ、あの携帯電話の入力するみたいです。考えたいんだけど、明日集合時間何時だ。設定しないと無料のポイントがね。左上のマイページのアカウント設定から電話番号認証します。マイページからできます。確かにこれは言わないとね。できてた、よかった。インできればいい。そう、電話番号と連携、電話番号認証してたら大丈夫みたいです。そう、あ、ごめん、来た。なんだって、あ、ありがとう、ごめん。認証済み、みんなありがとう、みんな確認してくれてる。クマ？そう。ん？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 ミトルさん？ちょっと目、すごいたくさんみんなありがとう。誰？
ありがとう。すごい、いっぱい。ん？誰？私やっぱ言わないとダメだったか。みんなもう分かる。まあでも大丈夫、まだあります。印象済み、よかった。星の投げ方わかりません。え、ここに星ないですか？ここら辺に星99個あるから、それをペペペペペペペってするんですけど、でもいろんなねやり方があるんですよ。だからちょっとイベントをして、そっからやり方を見てみてください。指が使える。うん、あ、ペペペペペペ、緊張してる。みんなありがとう。そうなの、電話ね、認証してないとねされないんだよね。右下に星しか、星いいんだよ、星で。他の方のショールーム行って星を集める。30秒ぐらい見てたら星が溜まってく。それをいろんな配信見に行って、ただ見るだけ。30秒ぐらい見て溜めて、で99個溜まったら私のお部屋に来てバーって押してください。で詳しくやるとなんか捨て星とかあるんだよね、いろいろ。10連打した方がポイント入りますだって。あ、左右逆か。いい家から見て左側を連呼するとこっちから見ると逆になる。あ、そっかそっかそっか。まあでも星がある方ですね。あと10分ぐらいで何歳の誕生日、ゆゆの部屋行っていい？うん、この配信来てください。連打します。今何の話？あのイベントのやり方の話。そう、明日突破ファイル、そう突破ファイル、みんな見て明日ザ突破ファイル。あのドラマの中に出演してます、 CA 役で。そう、楽しみ。録画してください、見れない方。そう、明日突破ファイルです。突破ファイル10連打で 1.2 倍だって。星10連打で 1.2 倍だって、すごい。そう、私は CA さん、波動とかぶってる。そうだね、私も見れないや、そういえば。ん？みんないっぱいコメントくれる、嬉しい。認証って何？電話番号を自分はちゃんと入れてるか、マイページから押して、あとで設定ところから確認して電話番号を入れてるか見てください。それ入れてなかったらね、この星無料で投げれるんですけど、それがね
反映されないんですよ、せっかくの星が。分からなかったらぜひイベントのところを押せば詳細がいろいろ書いてあります。小声、そう小声になっちゃった急に。確認済み、よかった。七瀬ちゃん明日誕生日、そうだ、七瀬ちゃんおめでとう、七瀬ちゃんおめでとう、おめでとう、もうすぐおめでとうだ。あと7分、そう、みんなも今日ね、ありがとう、遅くまで今日も。明日のスケジュールどうしよう。そうだね、待ってどうしよう、何時がいいんだろう。6、7、7、7、6、みんな何時ぐらいが多いんですか、やる時間、周りのメンバー。明日みんないた方がいい、みんながいる時間が人が集まる時間なのかな。何時だろう、もう眠くて落ちそう。そうだよね、うん、何時だろう、朝7時、7時かな、やっぱ7時かな。本当は夜がいいんですけど、私明日波動で朝にちょっと挟んでおかないと、そうっていう感じ。多分今日も30分ぐらいできてないんですよ。夜2時間できたけど朝30分しかできてないから、そう、だから7時からやろうかな。そうなの、7時からやるか明日空き時間にやるか迷うけど、明日はでもいっぱい人いるから途中できるかな。だから7時から、明日の集合によるけど、7時なら起きれます。だから明日またすぐに、今日決めて755最近やってるんですよ。755すごい気軽に皆さんに質問ができるからありがたいです。たくさん質問しちゃってます、755で。くもありがとう。7時かな、でも急いで今日決めて755にしようかな。完璧に決まったらツイッター、755やってる、うん、そうなの、今ちょうど睡眠時間は大丈夫。そう、75はやってなかったんですけど最近全然。でも755だとファンの人に、そう、聞けるから。声枯れてないよ、ちっちゃい声で喋ってるからね、もうこんな時間だから、みんな寝てるから。そう、755また
タルさんありがとう。と、ん？あれ？順位変わった？順位変わったよ。え？9位。え？わきピッピピョンピョンピョン。ありがとう。8位。ワイプさん。ありがとう。7位。ヨシさん。ありがとう。6位。シドさん。ありがとう。5位。カセトミトさん。4位キクゴロウさんありがとう。3位 MJ ジュンヤンさんありがとう。2位ねっちゃんありがとう。そして1位はマットさんありがとう。で後からいらっしゃった13位ショートさんと12位ケンさんもありがとう。皆さんありがとうございました。バイバイ。あと2分。